はい。素晴らしい。タイムが巻いているそうです。早速始めましょう。はい、運営さん、こちらキャラクターヴィーナス選びます。選んだらタイマースタートです。ではいきなりですが、5カウントで始めていきますね。はい、ではいきます。5、4、あーすいません、始まっちゃいました。すいません。はい、始まりました。お願いします。はい、カウントお願いします。はい、こちらアーケードゲームのセーラームーンです。始まりました。非常に難易度が高いゲームです。こちらですね、これワンコインクリアがめちゃくちゃ難しいゲームです。どのくらい難しいかと言いますと、今回こちら私これ RT していますけれども、はい、RT していますけれども、まずそもそもワンコインクリア自体が非常に難しいゲームとなっております。ワンコインクリアするだけでスーパープレイという形になります。おそらく私が今までアルテンジャパンに参戦したゲームの中、全てそういう状況のゲームだと思います。毎回毎回難易度が高くて非常に困っております。すみません、水を飲むのを忘れました。物が今すぐ疲れています。こちら一面ボスカストル&ポルクスですね。こちら RT において最強のボスとなっております。今こちらこのベルトスクロールアクション恒例のパンチハメという動作を行いやすやすと倒しましたが、これですね、パンチハメ失敗すると私死にます。はい、いきなりゲームオーバーの可能性があります。今回のレギュレーションはワンコインクリア、つまり、ノーコンティニュークリアとなりますの で、そして残機については左上についている名前 S ヴィーナスの横にある1、あれが残機となっております。エクステンドはありませんので、つまり死んでいい回数は1回だけです。非常に難易度が高いです。そして続きましたこちら2面ですね、もうすでにひどいことになっております。こちらベルトスクロールアクションというジャンルはですね、この通り格闘ゲームのアクションゲーム版みたいな感じなんですけれども、敵をボンボンぶん殴って倒していく爽快なアクションゲームとなっておりますが、このゲームはプレイヤーよりも敵の性能が非常に高く、月に変わって押しどきとはなんとやらこちらが常に暴力の力と押し置きされるようなゲームとなっております。本当に難易度が高いですね。今使った技はですね、定期的に落ちてくる、定期的に落ちてくるクリスタルを回収すると1回使えるようになりますね。電画面の必殺技ですね。ちなみにもうすでにちょっと死にそうです。まずいです。本当に難しいです、このゲーム。前回最後の人狼という非常に運動差の高いゲームがありましたが、どっこいかこっちの方が上かなと私個人としてはそう感じております。そしていつも通りのことですが、私台本何も考えておらず、今即席でずっと考えているので、ベルトスクロールでやることではなかったかもしれません。ちょっと今後悔してます。少しぐらいは台本考えておけばよかったかなと思っております。左上の顔の右下にあるバーがですね、あちら HP となっておりますが、もう今ちょっと死にかけてますね。そして2面ボスモルガーです。めちゃくちゃ強いです。気がつくといきなり瞬殺される可能性もあるんですが、さあこのままパンチカメに持っていきたいんですが、割り込んでくる敵はこちらヤシャ。このゲームの RTA によってタイムを破壊してくる最強の敵となっております。そして今一体来ましたフラウという敵、あちらが とにかくこちらの背後に回り込んでこようとする最悪の敵ですね。そしておっと、これはシンクのバラが飛び込んできました。そして上にいたらパンチハメをボア返する最低の男、タキシード仮面。帰ってください、タイムが壊れます。ですが前回引くのバラを差し込んでくれたので、こちらを回収し、ザコが乱入してくる前に倒したいんですが、どう頑張っても無理です。絶対このようにいきます。そしてですね、このゲーム敵を倒すとビョーンと逆バンパーになるところですが、なぜかこれにも判定がついているので、このように敵がどんどん飛んでいってしまうんですよね。はい、2問ボス倒しました。このゲームのタイムを短縮するためには、敵が敵を倒すと吹っ飛んで巻き込まれてしまうという関係がある以上、なるべく吹っ飛びに巻き込まずに、パンチカメでどんどん倒すというのが、タイム短縮になっていきます。こちら本当に難しいんですよね。そしてこの意味深な会話ですね、このねるねるねるねを練っているようなこのうねり具合ですね、このその者たちの始末、このジェダイ富にお任せをこう言っていますが、彼の出番はこれで終わりです。以後今後出てくることはありません。お任せをと言っていましたが、おそらくどこかで、始末されてしまったのでしょう。私あまり原作の方は知らないのですが、原作の始末されるシーンすら隠されてしまうほどの悲しい男になっております。そしてこちら3面ですね、めちゃくちゃ難易度が高いです。先ほどから練習していましたが、1回しか死ねないにもかかわらずここで死ぬことが多々ありました。本当に難しいです。何が難しいかと言いますとですね、こちら今ちょっと上にいる敵ですが、こちらテスニーというラケットを持った敵がいます。この敵がですね、近づくと掴み行為をしてくるんですけれど、発生ワンフレームで掴んでくる挙句 HP の4割を持っていきます。そしてこのように何考えているかわからない行動で、ゴロゴロしますので、死んでしまったぜなんてきますので、このゲームのある意味最強の敵と言えるかもしれませんね。そしてここ3面の最大の山まで戦敵が多すぎるので、クリスタルを使って処理していきます。これ2個あればこの敵は全滅させられるので、やすやすと突破できるというわけですね。
そして今回収しましたクリスタルですね、見づらかったかもしれませんが、こちらですね、青い敵のこの 水色の敵、テティスという敵ですね、今赤色ですけど、こいつを倒すと64分の1で確率でドロップしますよ。64分の1です。めちゃくちゃ確率低いです。ですが、透き通ったような青色の敵をしているテティスであれば確定で落とすので、そういったので落としてくるやつは確率に拾いましょう。たまに背景に隠れてどこに落ちてるのか分かりません。ひどいです。ですが64分の1ということもあれば、それはすなわち、たまに出てくれるということです。祈りましょう。とにかく祈ってください。お犬ゲームをお願いします。このゲームマジで超人ゲーです。アクションゲームのマインドシーカーといっても私はいいんじゃないかと思ってるぐらいそういう運ゲーです。というかベルトスクロール自体がアクション RPA に向いていません。ですが、私はこのジャンルが非常に大好きなので、このゲームの RPA が出ております。このゲーム悲しいことに移植がないので、他の奏者の人たちみたいに、このゲーム楽しいですよ、買いましょうとか、一緒に RPA しませんかとか、ですね、布教したいんですけれど、できません。このゲームめちゃくちゃ高いです。ゲームというか基盤めちゃくちゃ高いです。直近で売れた基盤の売れた時は確か40万とかそんぐらいで見ました。私この基盤借り物なんですけれど、確か私にこの基盤貸してくれた人は9万円とかそんぐらいだったと思います。基盤が骨董品とか株とか言われる理由ですね。そしてですね、これ今3面の終盤まで来ました。この4体を倒せばボス戦に入るのですが、見て分かる通りこのゲームの敵は本当に性格が悪いです。全然こっち来てくれません。でも来てくれない時にこっち行きます。助けてください。そしてこちら3面ボスキュレネですね。このボスの特徴としては、食らった時の攻撃が非常に短いです。意味わかんないぐらい短いです。もうこのようにめちゃくちゃ割り込まれますね。そしてこの3面ボスは HP を半分になると HP が食らわなくなり演出に移動するので、HP が半分までいったらダウンさせましょう。そうすると演出が入り後半戦に入ります。今3発4発ぐらいかかってしまったので、今瀕死です。非常にまずいです。ここで残機1を失うのはまだやめておきたいので取っておきたいです。5面6面が非常に難しいので、そこまでには1回まだ死なないように持っていきたいですね。そしてここから3面後半戦です。左下に歩いていきます。運が良ければこっち来てくれます。運が良かったですね。素晴らしいです。おみくじは大吉といったところから。ですがこのままうまくいきたいですが、雑魚のヤシャが乱入してきます。ここからもさらに連続で大吉を引いていきたかったんですが、意味わかんない無敵で割り込まれました。遅れました。このゲームのボスの攻撃は全て無敵です。1フレームでも先に攻撃が発生した場合はボスは無敵となり、完全無敵の攻撃を振り下ろしていきます。非常にまずいですの1回しか死ねないのに 全8面あるうちの3面ですでに1回死んでしまいました。こんな早くに事故るとは思っていなかったです。非常にまずいです。ですが念のため言っておきます、私が下手なのではないです。私はむしろこのゲーム非常にうまいです。私がうまいと分かるエピソードを、あらかじめ言っておきます。このゲームですね、最高難易度エクストラハードというものがあります。こちら最高難易度のエクストラハードを本気でクリアしたのは私含めて2人しかおりません。私ともう1人の方はこのゲームの RTA の先駆者となったヒロミ兄貴という方ですね。兄貴は私が経歴書でつけております。ヒロミという方がですね、このゲームの RTA 先駆者を行い、非常に素晴らしいタイムで私を何度も更新して苦しめてきた最強の敵かもしれません。ですが現状私の方が、タイムは早くクリアしており、私が世界記録となっております。現状の世界記録は28分15秒となっております。ですがこのゲームの RTA は実力もさながら、クリスタルがいかにドロップするかというところもあり、知力体力の運ではなく運と運と時の運という状態になっております。なので私このゲームの RTA 何度もしたくありません。本当に運の要素がひどいです。何しろその自己ベストを出した時にはクリスタル化けというもの64分の1を3回引きました。つまり64分の1を3回引いた上でなおかつ事故もなく自己ベストを出さないといけませんので、このゲームの RTA の自己ベスト更新は本当に現状難易度が高くなってしまいました。そもそもプレイする環境すら高いです。そしてですね、敵のザコの紹介を受けていました。今ここにいる画面のやつを言いましょう。こちらオニアマンダラと言います。見ての通り忍者です。忍者兄貴と呼ばれています。この忍者兄貴はですね、素早い動きに加えて敵に区内を投げたり、回り込んできて挟み込もうとしてくるなど非常に正確な悪い動きをしてきます。そしてたまに定期的にいきなりダッシュしたと思えばその刀でぶった切ってきます。ちなみに刀をしまう音はアクギャレルというゲームのクレジット音を流用しています。同じゲーム会社だからでしょうか。なぜか利用されています。私先にそちらの方から知ったので、このゲームでオニアバンダラが刀をしまうたびにアクーギャレットでどこかクレジット音が入ったのかなと勘違いすることでした。隣にアクーギャレットがあったので。そしてですね、
今現在の状況としましては、クリスタル化けがいつの間にかどこまで化けていたらしく、あそこ今使ったところ、クリスタルパワーが2個使って敵が全滅しましたが、本来はそのクリスタルパワー1個なので、残った敵を全滅しないといけないんですね。なんですけれども、なんか知らないですけど、どこかで化けてたらしく64分の1を引きましたので、ちょっと楽できました。1回死んでしまったので、ちょっとタイムロスですけれど、タイム回復じゃないな、HP 回復をしておきましょう。ここに捕まっている生徒を助けると、なぜか手法回復のアイテムが出てきます。痛いです。回復以上のダメージを食らいました。もう1体の女の子がいますが、どうしようかな。ここの4面ボスがですね、理不尽な無敵とともに、いきなり HP 50% ぐらい吹き飛ばしてくる5番の持ち主なんで、ちょっとタイムロスになってしまいましたが、取っていきましょう。ノーコンティニュークリアと宣言した以上は、すいません、ちょっとこれ以上死ぬことは許されないので、少々安定を取っていきます。ですが安定ばかり取っていたら私が面白くないので、攻めれるところは死んでもいいから攻めています。いや、死ねません。訂正します、死ねませんので、安定を取るところは安定を取っていきます。そしてですね、これは私事なのですが、今現在私が使っているブラウンが画面の赤色が抜けてしまっています。テテスという敵、先ほど青色の敵は、クリスタルを確定で落とすと言いました。紫色やピンク色もいるんですけど、赤色抜けているので全員同じ色に見えます。なので私の画面ではどの敵か分かりません。なぜかすでに私の画面だけ赤色抜けているので、そういう意味で判定をされています。メンテナンスしたいんですけれど、筐体に私純正筐体でやっているので、ブラウン管にはまっているこれ、ブラウン管を抜こうとすると40キロぐらいします。下手すれば夢が切断されますので、私怖くてできません。いつか直したいなと思っております。さあ、そして2度目の遅延行為画面です。先ほど全回復のバラ投げてきましたね。さあ、もう1個見てみましょう。バラがありません。画面外に消えてしまいました。本当にあの人遅延行為しに来ただけですね。最低です。しかもこのボス今お手上がりに、痛い、運が良くですね、クロッと送ってくれましたが、今やってきた攻撃ですね、ちょっと待ってくださいね、死ぬわけにはいかないので、あ、よかったですね。起き上がった直後、無敵を維持したまま 50% の攻撃をぶっ放してくることがあります。それがされていたら私死にました。そしてもちろんこのボスも、先ほどまでのボスに漏れず攻撃中無敵ですので、今みたいに反応が遅れるとズバシズバシとやられます。そしてごめんですね、このゲームのある意味最大の難所と言えるかもしれません。このおそらくセーラームーン原作を知ってる人だとハテナマークが浮かび上がってくると思います。それ覆面の謎のキャラですね。これ内部的にはギャングという名前がついているらしいですが、この敵ですね、なんとパンチの発生ワンフレームです。もう一度言います、パンチの発生ワンフレームです。ワンフレームで置いてリーチこちらより長いです。もう一度言います、パンチの発生ワンフレームでリーチこっちより長いです。言わずともがな最強の敵です。幸いなことに今一発食らいましたが、あの程度しか食らっていません。さすがに火力は低いです。ですけれどこちらより発動速度が速く、パンチの発生はワンフレームでリーチも長いという、もう何が強いのかという説明が不要なほどの最強の敵となっております。さあ、そしてここですね、僕に赤色のテテスが控えていますので、こちらを掴んだ上で投げて必殺技を使います。さあ、ここでクリスタル化けしてくれると後の15秒が でかいんですけれど、出たものは世界一うまいシュートゲームでした。残念、ここでクリスタル化けしないと本当に難易度が高いです。下手すれば5面ボスで死にます。5面ボスはそれほど強いです。なぜ強いのかというのは、5面ボス手に入れば嫌でも分かりますので、少々お待ちください。そしてこの5面はこのギャングという時もほぼ全般ずっと出続けます。本当にあまりにも強いです。どうしたもんか、私はこの敵をですね、最高の合図でっていう時にも当然、散々いじめられたんですけれど、私はあまりにも切れすぎたあまり、ニコニコ動画でやっていたんですけれど、切れすぎたあまり名言を残しました。お前プログラマーを怒らせるナイブレーダーから消してやるぞ。私は別にこのゲームのプログラマーではありませんが、とある会社でゲームのプログラマーをしています。プログラマーを遅らせるのをやめましょう。データ消しますよ。というわけでですね、5面もほぼほぼ終盤に入っています。ここのエリアを抜けた先に5面も最強の5面もが待っています。何が強いのかは少々お待ちください。さあ、そしてこちらクリスタルですね、忘れずに遺体回収させてですね、そしてこちらですね、このさ、なんかさっきから伝えますが1面ボスですね、さらっと言いますけれど、あいつはですね、多分ボスフラグが残っているのか、そういうフラグが残っているのか何なのか知りませんが、あいつは雑魚なのに起き上がりに一瞬だけ無敵があります。なので起き上がりにパンクを重ねていても、謎の理不尽の暴力が攻撃に襲ってきます。ここが5面最終エリアですね。右の背景が邪魔で見えないので、すんごい最悪な場所ですね。やりたい放題やられています。やりたい放題やってもいます。このギャングで最後の敵を倒したら、さあいざ一旦ボス戦へ。ですがこのボス戦本当に難しいです。お祈り妹をお願いします。雑魚の動き次第では下手すれば
ここで本当に死んでしまいます。ですがもしもゲームオーバーになってしまった場合でも、コンティニューして継続させていただきます。さあこちらボメンボスです。雑魚が多すぎます。そしてですね、先ほどからずっと使っていましたパンチ亀、このボスには効きません。もう一度言います、パンチ亀が効きません。に加えて定期的に無敵になって残存なく逃げる遅延行為までも出ています。問答無用でこのゲームでトップクラスの強さを誇っていた。やばいぞ。守っていい。そしてこいつがまだちょっと待っていい。すいません、お願いします。はい、このゲームは本当に難しいです。マジで難しいです。遊んだことある方だったら分かると思いますが、本当に難しいです。このようにこのボスはですね、残像の無敵を使って逃げたりなので遅延行為をさることながら、攻撃の判定も凄まじく、まあ、もう一回と言いますが、こいつも当然しょっちゅう無敵になるので全然攻撃が当たりません。すいません、コンティニューを失礼します。全8面のうちのここを見せて抜けれればノーコンティニューの可能性がワンチャンあったんですけれどね。このゲーム別にコンティニューしてもそこまでタイムに影響はないんですけれど、タイムはない影響はないんですけれど、2倍としてはノーコンティニューの方がいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか、そこの方が。というわけで、6面です。ちょっと悲しい6面の入り方をしましたが、6面です。こちらですね、このヤシャという敵が全般通して出てきます。6面はこちらヤシャとペスギという敵、そして、オニアパンダという先ほどの忍者ですね、あいつらが大量に出てきます。そしてですね、今分かりやすいです、今遅れて出てきましたね、こいつ画面外でこちらのことをずっと煽っていました。このヤシャという敵は画面外に限らず定期的に煽るという行動をしていきます。最低ですね、その名の通り一切動かずに、なんかバカにしていきます。見て分かるモーションで煽っていきます。その行動をしているとこちらが近づこうか近づかないものが関係なしにずっと煽っており、挙句の果てに近づくとこちらより長いリーチの攻撃でベシッと投げていきます。そしてここからですね、こちら出てきたヤシャというサイドでヤシャが出てきました。こちらベルトスクロールのデブ枠ですね、突進もよくしてきますが、このゲームではデブがいない代わりにこいつが突進を持っています。速度が非常に速く、判定も非常に速く、メガクラッシュという技があります。こちらプレイヤーが無敵になって非常に強力な攻撃をできる代わりに、ただし HP をちょっと消費してしまうという技ですね。あれをしないと基本的に突進に判定負けしてボコボコにされてしまいます。ですが今回はですね、バラバラになりましたがされなかったので運がいい方でしょう。さあもう一回出てきます、このダルシムマカオマケトリムキックでいきましょう。そしてこちら、もう一度ですね、こちら見えないんですね、こちらこれが本当に見えないんですね、背景が邪魔で。まあこれでこのままうまくいけばいいんですけれどですね、6面ボスが見えないんですね、こうやって見えないところから本当にひどいことしてきますね。そしてですね、こちら6面ボスがもう少しで見えてきます。おそらく原作を知っている人だと雰囲気やスタートの開始の場所からこのボスの正体はもしかしてあのお方なのではと思っているかもしれません。何やら原作だと見覚えのある場所が見えてきました。さあ原作を知っている人は6面ボスの想像をしてみてください。私はボスが出てくるまで名前は言いません。さあボスの前にこの補給とやんばかりのテリスが出てきました。こいつをぶちのめしておきましょう。さあ6面ボス、ネフライト様ではなくツインキュレンです。こちら誰でしょうかね。さあどう見ても3面ボスの謎の使い回しです。そして今盛大に事故っています、ね、攻めチャートをやったんですが、今回やってる攻めチャートことごとく全て乱数に負けております。でも個人的に最強のボスですね。ただでさえ3面ボスって硬直が短くてですね、すんごい強いんです。攻撃速度も速いんで、その敵がなんか雑に2人出てきます。そしてですね、こちら今片方がやってきてます。あのウズコード、あれなぜか無敵がついてます。本当にこいつは常に無敵の塊みたいなもんですね。そして行動が本当に乱数だらけですね。このボス早ければもう特に倒しています。ということはですね、今回本当にダンスに嫌われています。正直ちょっと悲しいですね。本番直前にやったやつだと結構運が良かったので、よし大丈夫だなと思っていたんですけれど、すみません、死にました。ちょっときついな。さあ6面ボス、こちら片割れになってしまえばもうこちらただの雑魚なので、さっそうそうに処理していきましょう。だいぶ見た目がひどいことになっています。ワンコインクリアとは何だったのか、コンティニューすると1桁目の数字がどんどん1増えていきます。つまり今01となっているので、1回コンティニューしてしまっているという状態です。そしてですね、7面ボス、こちらちょっと特殊な演出になってます。こちらこうデブ猫のこちらの猫ちゃんがこちらの猫ちゃんをずっと追いかけていくステージになっております。
この猫ちゃんはですね、一応ボスなんですけれど、ボスの名前が出てくるのは最後の限り。このボスさんは3回遭遇するので3分の1率を減らしていくことになります。ちょっと早くこっち来てくれないですかね。こちらのこのボス攻撃の発生も早く、リーチも長く、無敵も長く、ちょっとこっち来てほしいですね。ああ、ありがとうございます。3分の1ほど減らすとないな。3分の1ほど減らいた。3分の1ほど減らすと絶対いた。3分の1ほど減らすとですね、僕のボスが撤退するので追いかけていくという特殊ステージになっております。ですね、では早速3分の1を減らして、逃げていくので画面側に早速出しましょう。この先に回復で回復雑魚が2人いるので、追いかけていきましょう。すごい判定率が起こりました。初めて見たことがあのだ、ドリルキックはですね、判定がこのゲームプレイヤーの判定非常に弱いですけれども、非常に弱い中でも数少ない判定の強い技なのですが、彼の使う彼女の掴みは勝利上が弱いです。さっきから本番で練習で起きたこともないことが起きてて、だいぶ頭の中が混乱しておりますよ。本番のままの方はよく言ってもらうですね、恐ろしいですね。ベルトスクロールというジャンル、事故が多いジャンルなのは集中承知しておりましたが、ここまで事故ったのは私も初めてです。なんか、もう一つ完璧をまとめていた視聴者皆様、申し訳ございません。これはお借りで終わり申し上げません。練習が練習で、パンチハメに持っていってしまえば、この場所はそこまで強くないので、シャッシャッと倒してしまいましょう。こちら3分の1まで減らしましたらダウンを取り画面から逃げていくので、そのまま追っていきましょう。あとはですね、こちらどこか3体残っていますので、この3体のボスを倒してしまえばあとは5000マゲージが始まります。まあ、こちらへ来てください、じゃないとボス戦が始まってしまいます。このヤシャという敵を倒した後は、後ろから、この忍者兄貴が来ます。忍者兄貴を倒したらさあ、いざよく斜めボスバケーヌ戦へ倒していきましょう。斜めボスバケーヌ戦ステージ7のコースだから強いと思いきや、この序盤です。開幕強奪しているので、非常に弱いとこと言いますね。ですが一度行動を許してしまうと面倒くさいボスなので、シャッシャッと倒ってしまいました。あ、バグった。ですね、はい、落ちました。もうすいません、ちょっと混乱してますね。バグりました今。ボスを倒すとですね、全滅ストライクが立ち、雑魚が死ぬんですけれど、今戦ってましたね。もうひどいです今回のプレイ、いろいろとバグも起きるわ、ラストも起きるわ、ひどいです。ついに最終面まで来ました。だいぶボロボロですけれど、ついに最終面まで来ました。最終面はですね、いわゆるベルトスクロールの定番の特定の敵のザコラッシュです。フラウという敵が最初9体ほど出てくるので、一気に最後まで行きましょう。よいしょ。もうこのままですね、じゃあもうここから頑張ってノミスでいきましょう。序盤はもうどんなに勝ってもいいですけど、このフラウラッシュさえ何とかできれば、あとはもう今回クリスタルが4つありますので、何とでもなりますね。多分何とでもなりますね。大体何とでもなりますね。もう一回言いますね。ですね、ある意味この最終面の最難関はこのフラウラッシュですね。今回クリスタルが4つ溜まっているので、この後に控えているとんでもなくやべえボスが一瞬で終わりますね。こちらのボスです。ボスだね。心はさえですね。今度最後はこちら、ボスラッシュの最後の前はこちらヤシャラッシュとなっております。支援行為ラッシュですね。これまだ見えてませんが、画面の右におそらく 2,3 体ぐらい隠れてます。全然出てきませんね。あ、出てきましたね。ちなみにこのヤシャという敵はプレイヤーが数少ない判定で有利を取れるキャラですが、このように発生非常に早いので、よくわかんない判定で気がつくと殴られます。ちょっと死にかけているので無視ができません。でこれ以上右に行くとボス戦始まってしまうので、ですね、最強のボスですね、ゾイサイトとクンサイトです。ですけれど、こちらのテクニックを使います。ですね、お互いが動き出したと同時に、このネグライトをダウンさせた上で、こちら後ろのクンサイトですね、クンサイトを倒してやった上で、あとですね、当てる必殺技を使うと、クンサイトにも必殺技が当たるというものです。クンサイトの防御の、あいつはですね、防御をしてくるんですけれど、防御の使用を説明しておきます。で4秒間に1回 0.8 秒間しか出ない。あ、これ当たるの初めて当たった。4秒間に1回ですね、4秒間に1回 0.8 秒間しか食らわないというとんでもない性能を持っております。ですが、とある兄貴のですね、すいませんな、ASG 兄貴だから読み方がわからなかったんですが、 ASG 兄貴という方の解析により、背後を取ればいつでも食らうというよくわからない仕様がわかったので、それに今現在そちらを取らせていただきました。後ろを取っていないかも、取っているように見えないかもしれませんが、当たっているということは、後ろを取れているということです。そしてですね、こちらテスニーです。で最後のテスニーらしいです。ラケットを持っていないので、最強雑魚から最弱の雑魚になり果ててましたですね。そしてこちらを倒す、こちら全部あれ、ああいますね。こちらの雑魚を倒せばさあ、いざ行くラスボスの部屋へということですが、では
唐突にですが、完走した感想を言わせていただきます、ワンクイクラーと言いながらコンティニューを2回もしてしまったことをお詫び申し上げます。申し訳ございません。このゲームは言い訳ではないんですけれど、本当に難易度が高いです。安定させるように私も結構頑張ったんですけれど、ですね無茶をしたところがちょっと多かったのもありましたが、乱数に嫌われているところはよくわからないバグに遭遇してちょっと混乱したところなど、すいませんね。今回はちょっと今まではなんだかんだ完璧なプレーを見せられていたのですけれど、今回はちょっと目に余るプレーでした、申し訳ございません。この日はラスボスでした。お疲れ様です。これにてタイマーストップです。これにてこのゲームクリアとなります。ワンコインクリアと言いながら2回コンティニューしてしまったことをお詫び申し上げます。失礼いたします。お詫びとしてこのゲームの世界記録もう一度更新させていただきます。私可愛いライオスでした。唐突ですけれど、そうですね、最後のいきなりですが宣伝に参りましょう。私ニコニコ動画、ツイッチなどで、よく同時配信をしています。メインはニコニコ動画です。ですけれど、私これが普通のテンションですけれど、普段はこの声うるさいのでだいぶテンションを落としてゆっくり低くやっております。それに加えてこの大会は光の大会と呼ばれていることもあり、私結構丁寧に喋っております。私のニコニコ動画に来る際にはキャラクターが全く違うことをご了承ください。では、時間が巻いているということで私もどんどん巻いていきましょう。次のやつは確かバックアップのマリーのアトリエゲームボーイだったかなんです。では私の出番はこれで終わりです。超特急で、失礼しました。お疲れ様です。かわいいライオス、名前を噛みました。かわいいライオスです。おやすみなさい。